黒船襲来。史上初の黒人演歌歌手として人気を集めたジロさん。世間をざわつかせた無期限活動休止宣言から、早4年が経とうとしています。風の噂では、もう演歌界に戻ることはない、とも言われていますが、現在、どうされているのか、気になって調べてみることに。まさかのヒップホップ調の、ウィル・スミス似のイケメンで、繰り出す日本語はまるでネイティブ割り。初めてテレビで彼を見たものは、あまりのギャップに喉チンコが見えるくらい、口をあんぐりと開けたものでした。そんなジェロさんが正真正銘の、ネイティブアメリカン。しかし、なぜ日本にまで来て、演歌を歌っていたのでしょうか。本名、ジェローム・チャールズ・ホワイト・ジュニア。1981年9月4日生まれの現在40歳。アフリカ系アメリカ人の両親のもとに生まれ、ペンシルベニア州ピッツバーグで育ち、リズム&ブルースやヒップホップなど、ブラックミュージックが好きだったジロさん。演歌を歌うようになったきっかけは、大好きな祖母がいつも演歌を聴いて歌っていたから。母方の祖母は美空ひばりさんの大ファンで、横山育ちの生粋の日本人女性でしたが、進駐軍の黒人兵士と恋に落ちて、長女を出産し、朝鮮戦争後に、ハーフの娘を残して渡米しますが、長女も13歳で米国籍を取って渡米。その後、長女は結婚し、4人の子に恵まれて、その末っ子がジェロさんでした。ですから、日系三世のクォーターなんですね。祖母と母が歌う演歌に込められた望郷の思いは、幼いジェロさんの心に深く刻まれて、自然と演歌の虜になっていったそうです。5歳の頃に見た紅白歌合戦に感動して、将来は演歌歌手になって紅白に出ると言って、2人を喜ばせたジェロさん。しかし、どうやって、日本で演歌歌手になったんでしょう。大好きな祖母との約束を果たすため、ずっと独学で日本語を学んでいたジェロさん。高校生の時に転機が訪れます。ヒップホップダンスが得意な普通の少年でしたが、15歳の時、日本語スピーチのコンテストへ出場のため、祖母の故郷の日本に初めて来て、ピッツバーグ大学に在学中に、ついに決定的な転機が訪れます。関西外国語大学への3ヶ月間の交換留学中に、演歌歌手になることを決意して、いよいよ大学を卒業後、少年時代の夢を追いかけ、再び来日。和歌山県の英会話学校で講師として働いたり、大阪で IT 技術者の仕事をする傍ら、NHK のど自慢で金婚冠婚と合格すると、各地のカラオケ大会を荒らしまくり、ついに2005年にスカウトされ、運命の扉が開かれたのです。デビューまで2年間のレッスンを経て、2008年に前代未聞のデビューを飾ります。ギャップにストリートスタイルの外国人が、流暢な日本語で演歌を歌うギャップに、最初は、何とも言えない笑いが起こったそうです。あまりの衝撃に笑うしかなかった。というのが正直なところでしょう。その時ぶちかましたデビューシングルの海行きは、作詞、秋元康さん、作曲、宇崎竜童さんというだけでも、破格の扱いでしたが、バックダンサーまで従えての、ぶっ飛んだ PV を作ったことがかえって受けて、いきなり、オリコン4位という大ヒットとなり、同年の NHK 紅白歌合戦に初出場を飾っただけでなく、日本レコード大賞の最優秀新人賞も受賞しています。普通はよくて10年以上はかかることを、たった1年でやってのけたジェロさん。しかし、何よりも一番望んでいたはずの祖母は、その晴れ姿を見ることはなく、2005年に76歳で、すでに旅立っていたそうで、その代わり母親には晴れ舞台を見せることができたのだそうです。きっと、おばあさんも天国で喜んでいることでしょう。後で聞いたそうですが、祖母は
ジェロさんがデビューできるように手助けをしようかと周囲から言われても、あの子なら自分でやれますと断っていたそうです。それを母親から聞いたジェロさんは、優しかった祖母を思い出して号泣したそうです。誰よりもジェロさんを信じて応援していたんですね。ちなみにジェロさんの母親の名前は春美さんという日本人名なのだそうです。実は母親の春美さんは学生時代は横浜で彼女の曽祖父と暮らしていたそうです。ただルックスは黒人だったので、高校の時にはいじめにあって命を絶とうとしたこともあったそうです。そんな苦い思い出があるにもかかわらず、母親の願いは意外にも家族みんなと日本で過ごすことだったのだとか。20年ぶりの来日だったそうですから、感無量だったのではないでしょうか。いつもジェロさんのことを気遣う母親の口癖は、貯金しなさいだそうです。でもジェロさんは貯金が苦手なのだとか。どの国の母親も同じなんですね。そして2018年の2月にデビュー10周年を記念したコンサート感謝感激を開催したジェロさん。母親が見る前でいつかはと望んでいた今は亡き祖母とのデュエットを実現したそうです。そこには歌っている祖母の映像が映し出され、一緒によく歌った田畑芳雄さんの帰り船をデュエットしたというジェロさん。それを見て母親は号泣してしまったそうです。ところが2018年5月11日突如芸能活動を無期限休止することを自身のホームページで報告し、話を聞きつけたファンを仰天させたジェロさん。その後ぷっつりと姿を見かけなくなったのです。徐々に売り上げが伸びあぐねていたことも重なって、当時はいろいろと憶測を呼び、芸能界から干されたという噂まで出たのですが、その真相は意外すぎるものでした。自身のブログで活動を休止する理由について、実は外資系の IT 企業に就職するために2016年の春から二足のわらじでボストン大学大学院の通信課程で情報科学セキュリティを学んでいたそうです。ある筋からの情報では、現在はインターネットセキュリティのスペシャリストとして都内の IT 関連会社に勤めているそうです。当初は音楽活動と会社との両立も考えたようですが、演歌界の先輩方に失礼だと感じたため、悩んだ末に演歌歌手の仕事から距離を置いたというのが真相だそうです。もともと演歌歌手にならなかったら IT 技術者になっていたと言っていたジェロさん。祖母と誓った夢が叶ったのが早すぎたのかもしれませんね。人気も少し落ち着いてきたことを機会に、今後の人生を考えての決断だったのでしょう。そんなジェロさんの現在が気になりますが、今もツイッターを更新しており、現状は2社目の会社で順調にキャリアアップに成功しているようです。ちなみに収入はどうなのか調べてみると、一説によれば都内の外資系 IT 企業なら40歳の平均年収は1000万円あるそうです。それにジェロさんはヒット曲もあり、多少とも印税も入ってくるでしょうから、結構高収入なのではないでしょうか。さて年齢も40歳ということですから、結婚しているか気になりますが、見ている限りではまだのようです。好きなタイプは釈由美子さんなんだとか。日本人女性と結婚したいと言っていましたが、彼女のいる感じはないようです。そんなジェロさんですが、休業後にハプニングでテレビに出演してしまったことがあって、2019年に放送の You は何しに日本へで偶然街頭インタビューを受けて放映されて、騒然としたのは変わらぬ人気の証だとも言えますね。それに今でも尊敬している大先輩の坂本冬美さんや妹のような森山愛子さんとの親交が続いているのも
チェロさんの性格が良くて謙虚だからかもしれません。何よりも家族との写真を見る限り、とても充実した人生を送られているように感じます。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？いつも帽子をかぶっていたのと同じくらい、自分が黒人だということをアイデンティティとして忘れないジェロさん。でも、一本筋を通す生き様は、まさにおばあさんにそっくりなのではないでしょうか。そして、もう一度また歌手としての夢を追う、あなたの姿を見ることができるのでしょうか。これからもあなたのことを陰ながら応援しています。それではまた次回お会いしましょう。